参加者募集。国会雑談ボリューム3。日時は2月27日11時30分から。Zoom を使用。初めての方もとっても簡単。1時間から1時間半程度。国会に詳しい人も普段見ない人も大歓迎です。当日の雑談の様子を編集し、YouTube にアップします。声だけの参加も可能です。テーマだけでなく、自分の言いたいことが言えますよ、ある程度。今回取り上げるテーマは、日本には動物の権利はあるのか?です。これは、小宮山康子さんという議員の質問で、諸外国では実験動物の規制が厳しいのに、日本では野放し状態で実験が行われていることや、卵は栄養価が高い上に値段は低いが、鶏は A4 サイズの場所で身動きできずに、年300個も産まされています。これも汚職事件で歪められたのではと。また、今は災害派遣中医療チームがあるのですが、全部ボランティアで運営しているので、予算をつけてほしいという話もあります。